泣き稲子は、バッタ木バッタ科に属する、やや小型のバッタ。食常性で、主に山間部のやや乾燥した稲科の群落に見られる。成虫の体長は、オスが18から22ミリメートル、メスが25から30ミリメートル。爪の間にしがみつくための吸盤状の部分を持つ。触角は、やや平たく長めで、特にオスは長い。色彩や羽の長さ。 体調差などの精査が激しく、一見では、オスとメスが別種に見える。稀に褐色のオスや、黄色かかったメスもいる。普通、羽は短いが、オスメスともに長羽型を生ずることもあるが、ほとんど目撃例がなく、非常に稀と思われる。発生のメカニズムも不明。北海道、本州に分布。平地、山間部の乾燥気味の草原に生息。 あまり標高の高い場所にはいない。稲か、かやつり草かを食物とし、また住みかとする。オスは、前肢の死脈と、後ろ足体節を擦り合わせ、ジャジャジャ、と発音する。よく発音し、姿や行動が稲子に似てるため、泣き稲子の名がついた。また発音のために講師を退化させており、バッタとしては発音の仕組みは最も発達している。その機構、構造は、 楽器の議論を思わせる。産卵は地中ではなく枯れた田舎の根元に行われる。そのため産卵管理は他のバッタのような虚子状の部分を書く。また卵は他のバッタのものよりも乾燥に強い。卵は成虫の体長の割に大きく5ミリメートルくらい。3から4個ずつまとめてスポンジ状の泡にくるまれて産みつけられる。 春先、まだ他の昆虫の姿もまばらな頃に孵化した幼虫は、数回脱皮を繰り返し初夏頃浮かし成虫となる。大体いい、首切りギスが活動を始めてしばらくすると、本種の姿が見られるようになる。ありがとうございます。